ホーム最終戦の長崎戦ではいろんな思い期待がある中で勝利することができて本当に良かったです。本当に野澤選手の出場であったりこのチームの伝統であったり歴史そういったものが思い返されたりまた未来へつながっていくそういった試合になりそういった時間だったんじゃないかなと思いました。僕自身ピッチに立ちあえて最終セレモニーでいろんな方の声を聞けスタンドから皆さんの声援を聞けて本当に良かったなと思います。それと今年の振り返りとしてまあなかなか思うような結果が出せない歯がゆいシーズンになってしまいましたがその中でも積み上げてきたもの成長できたものっていうのもあるのでそういったところにもしっかりと目を向けて良かったこと悪かったこと来年に向けてしっかりと完成して来年こそ J1 昇格という目標を達成できるように頑張っていきたいと思います。そしてクラブではシーズンパスの継続を受け付けています。来季も共に戦ってくださる皆さんの申し込みどしどしお待ちしております。そして新規のシーズンパスの申し込みは12月2日月曜日からです。来年からシーズンパスを購入して一緒に戦いたいと思ってくださる皆さんこちらもぜひ応募してください。お待ちしております。